私に近づけば近づくほど糸は太く強くなり、お人形も強くなるのよ。母さん、勝てるよね。ルイ、ちょっと時間がかかりすぎじゃない？早くしないと父さんに言いつけるからね。大丈夫よ、母さんもやれるわ。必ずあなたを守るから。だから父さんは、父さんはやめて、父さんは。だったら早くして。あの人形を出すしかないわね。こっちだ。かなり近づいてるぜ。風向きが変わって鼻も効くようになってきたぞ。匂いはあと2つ。いる。伊之助。俺の方が先に気づいてた。首がねえ。あいつ急所がねえぞ。ないものは切れねえ。どうすんだ、どうすんだ。伊之助、一緒に戦おう。一緒に考えよう。この鬼を倒すために力を合わせよう。くっち、ちくしょうが。居場所がねえならどこ狙えばいいんだよ。腹か、腕か、足か、あっかんねえ。やってやるよ。首がない鬼と戦うのは初めてだ。動きを見て、それで対処法を探れ。俺ならできる。動きが鈍る気配はない。厄介だ。脅しに来たのが悪いのよ。それで焦って、
の呼吸。殺される、首を切られる。考えるのよ。一の肩。でも死ねば解放される、楽になれる。あ、水の呼吸。五の肩。寒天の自由。優しい雨に打たれているような感覚。少しも痛くない。苦しくもない。ただ暖かい。こんなにも穏やかな死が来るなんて。これで解放される。あの目、優しい目、透き通るような人間だった頃、誰かに優しい眼差しを向けられていたような気がする。十二気づきがいるわ、気をつけて。あ、十二気づき。この山には十二気づきがいるのか。十二気づきの血は鬼舞辻の血もかなり濃いはず。血を奪えれば禰豆子が人間に戻る薬の完成に近づく。そうだ、伊之助。倒したかよ。伊之助は体は大丈夫か？俺に対して細やかな気遣いをすんじゃねえ。さっきの鬼からは恐怖と苦痛の匂いがした。死を絶望するほどの。この山は一体どうなっているんだろう。